どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが2月21日の月曜日なんですけれども、キャンプも残り1週間早いですね。それぞれの選手が昨シーズンからの変わり目を見せている中、ここまで佐藤選手がバッティング絶好調。あの高橋義信さんが今年の佐藤選手の仕上がりを絶賛しているということで、今回の動画では佐藤選手はここまでどんなキャンプを送って、去年からどんな変わり目を見せてくれているのか、そして高橋義信さんは佐藤選手をどのように評価しているのかについても深掘りをしていきます。 しなながらお話していいいきたいなと思います。では、早速お話をしていきますが、今年もキャンプの顔になっている佐藤選手。昨シーズンに引き続き佐藤選手についての情報は毎日報道されてますよね。どこかのタイミングで僕自身が感じた去年からの変化をまとめてお届けしたいなと思っていましたので、キャンプも残り1週間となったこのタイミングでお話をしていきたいなと思います。まず今年のキャンプの課題として挙げられていたのが体力強化。技術面の向上はもちろんなんですが、いろんな人から指摘されていたのが体力不足。ここをまずどうにかしないと、昨シーズンと同じ結末を辿ってしまうかもしれない。それを防ぐために 井上ヘッドはキャンプ前から地獄のキャンプというのを佐藤選手に覚悟するように伝えていたとそしてここまでのキャンプを見てきて井上ヘッドはこういうコメントを出しています全てを抜いてやってしまうとか時間を気にするとかやっつけ練習をやってきたのがちゃんと力を入れて触れているトレーニングにしても去年と違うねというのが見える2年目の自覚と去年の後半の悔しさを持ち合わせて臨むというのが今のところはやれているのかなということで、まあ、この辺のずる賢さというのは佐藤選手のいいところでもありそして課題でもある部分我々も昨シーズン通して見てきて佐藤輝明という人間のスケールの大きさはわかりますだからこそも もっととと突きき詰めることがででればとんでもない選手に成長するのは明らか佐藤選手はここまでのキャンプを振り返って体力面は使い切っているので耐えながらやっていきたいこれからはしっかり自分の形で振るなり守るなりして固めていきたいと思いますということで去年の最終盤は膝を痛めながら試合に出ていたそれによって自分本来のスイングができずに成績が急降下疲れとのダブルパンチで見てるファンとしても心苦しいというかまさか59打席もヒットが出ないなんて思いもしなかったとだからこそキャンプの今の時期からシーズンを見越して体力をアップさせるその一環として首脳陣が選択したのがキャンプ中の実践 出場なんです。というのも佐藤選手は紅白戦も含めて全ての実戦にスタメン出場。シーズン143試合あります。とにかく長いです。シーズンの長さというのは去年本当に我々ファンも実感しましたよね。その中でいかに好不調の波を小さくできるか、いかにいいところで状態をキープできるか、疲れも溜まる中でどれだけ自分のパフォーマンスを発揮できるかが鍵になります。ただ佐藤選手のフル出場に関しては賛否両論あるのも事実。テルの体力不足は明らかなんだから、今から試合に出続けるのは賛成という意見と、キャンプの段階で無理させてどうするのと、怪我でもしたら元も子もないじゃんという意見。この の意見は決してどちらも間違いではないと思うんですが、言ってもまだ2年目の選手ですから、そしてレギュラーは近本選手だけと明言している以上、佐藤選手も争いを勝ち抜いていかないといけない。そこでいかにいい結果を出し続けるかということが今後佐藤選手が絶対的レギュラーとして君臨し続けるための一つの鍵になると思うんです。ただ先日19日のイーグルス戦は実戦で初めて途中交代。その理由はギノザに戻って打ち込みを行うためだったと。そのことについてイノウェヘッドはギノザにいる間に練習だけの日が少なくて打つ量が減ってしまうのが嫌だった。テルも量を入れようという意味で早く試合から上げたということで、ここでも と練習のバランスを取りながら体力強化。またここまでの実践で感じた。変化は後ほどお話をしますが、昨日の試合は打って変わってフル出場鉄人と呼ばれた。鳥谷さんも若い頃はキャンプ中の実践にほぼフルで出場していたことを考えると、やはり首脳陣が選択したフル出場というのは理にかなった。体力強化と呼べるのかもしれません。で、そういった中でここまでの佐藤選手を見て、今年はもっとやれると絶賛しているのが高橋義伸さん、佐藤選手と同じく大卒でプロ入りをして、通算打率2割9分1厘321ホーマー986打点と素晴らしい成績を残した天才だった。その高橋さんは先日？ タイガースのキャンプを訪れた際、佐藤選手のフリーバッティングを見て絶賛そのことについて高橋さんのコメントですけれども、スイングインパクトとさらにすごくなっている。2年目になって環境にも慣れたと思うし、落ち着いてやれている。スイングスピードは群を抜いてるよね。インパクトの破壊力もすごい。佐藤は日本を代表するバッターになれると思う。あのパワーはメジャー級だからね。焦らず色々と吸収してやってほしいということで、やっぱり高橋さんのコメントにもありますが、佐藤選手のフリーバッティングはすごいですよ。また、逆方向への意識については触れますが、左中間方向の打球でも余裕でスタンドインしますからで、そんな佐藤選手なんですが。 キャンプの初日ですかね。他の選手と比べて全然打球が前に飛ばなかったんですよ。マルテ選手とかがバンバン飛ばす中で佐藤選手は全く目立たなかった。もちろんその前の合同実施トレとかの疲れもあったと思うんですが、それにしても心配になるぐらい飛ばなかった。ですがだんだんとキャンプも日数を重ねるたびに良くなっていたんですね。というのも初日のフリーバッティングは去年の構えと比べてバットを平行に寝かせていたんですね。佐藤選手って頭の上で構えてバットを揺らしながら打ちに行ってたんですが、よりスムーズに出そうとしていたのかそのバットを平行に寝かせていたと。ただそれについて高橋さんはキャンプ開始時は 際にバットの角度を地面と平行に寝かせていたと聞いていたが、この日はやや立ち気味に戻していた。それは大賛成。寝かせるとヘッドが遠回りになりがちでスムーズさを欠く佐藤みたいな。パワーヒッターには合わない。今は色々と試している段階だろうが、無駄のないパワーを活かせるフォームに感じているということで、まあそれだと逆に遠回りになってしまうと、確かに初日の打ち損じを見ていると振り遅れというか、ゲージを出ないファールが多かった。印象で気づけば、だんだんと去年のようなフォームに戻ってきて、それと同時に佐藤選手らしい。当たりが出るようになった。やっぱり打球の質というのが違いますよね。ミートを重視しても打球は飛んでいく。色々試行錯誤。 のキャンプのスタートでは、あったと思うんですがそこからら実戦に突入ししててて素晴いい変わり目を見せてくれていますではここから僕が感じた佐藤選手の実戦での変化、そして具体的な数字を見ていきますが、まず何でもかんでも打ちに行ってないなと、打つべき球をしっかり打ってるなという印象なんですね。というのも去年の佐藤選手はこの時期も確かによく打ってました。バックスクリーンを越えていくような特大アーチを打ったり、それこそオープン戦でも毎日のようにホームラン、ただとにかく来た球に反応して、ガンガンスイングをかけていって、何かしら結果が出てますよっていう感じだったと、で、昨日20日の試合ですね。それが顕著に見えて、たとえカウントがノースリーになっ キャンプ中中の実ででですすすかからら相手手バッテリーーーれればフォアボールが一番もったたたいいいない真んんにストレートレをを投げてきてきまししそれを佐藤選手は平気で見逃したんですね確かに一見すれば、なんで打ちに行かないのと、ホームランボールじゃんとなると思うんですが、藤川さんが以前解説の時におっしゃっていたのが、この時期の対戦というのは、スリーボールになったら駆け引きは一切なくなってしまうと、ピッチャーはストライクを投げることを優先するからっていう風にお話をされていたんですね。で、それを打ちに行って、結果を求めるのも大事だと思うんですが、佐藤選手にはそれ以上の明確な課題を持って、一つの打席をこなしているように感じます。あの時の 佐藤選手は変化球ならスイングをかけていたのか、フォアボールも選べるように待ったのか、それは分かりません。その打席の結果は三振だったんですが、結局昨日2安打打ってますからね。ボールを見ていく中での確実性は間違いなく上がってます。掛布さんかな？去年のシーズン中に佐藤には見逃す勇気を持ってほしいとおっしゃっていたのが印象的で、相手はドーンとストライクを見逃されるといろいろ考えるんだと、そこから自分有利の打席に持っていくんだとおっしゃっていたんですね。昨日対戦したドラゴンズは佐藤選手が去年1番苦手とした球団でシーズン打率が1割、2分9。2。そういう意味でも大きな変化を見せることができた。試合だったんじゃないかなと。そして 自分で選んだボールを打ちに行く中で多いのが逆方向への打球。これは皆さん感じてる部分なんじゃないでしょうか。ここまで佐藤選手は実戦6試合で21打数9安打、打率が4割に不休に多く試合に出てる中でしっかり結果を残してますから、他の選手からしてもなんで出るばっかりとはならない素晴らしい成績です。これで結果が全然出てないのに使い続けていたら、それなら俺にももっとチャンスくれよとなっても不思議ではないですからね。首脳陣の期待通りに成績を残してくれてるなと。で、その大きな理由の一つになってるのが逆方向への打球ですよ。豪快に引っ張り込む打球もありますが、半分以上はセンターから 方向、昨日の最終打席の二塁打なんて最高のバッティングでしたよ。ホームランが出れば、場面的にさよならカウントノーボール2。ストライクまんぶりして勝ち込んでやろうという意識が芽生えても不思議ではなかったんですが、あくまで逆方向への意識を持ちながら強く振る。もう当たった瞬間のインパクト、すごかったですもんね。角度がついてたら余裕で入ってますよ。やっぱりあの方向に打てたら率は残ります。確かにホームランは一番最初の藤波投手から打った。一本のみ、佐藤選手の豪快な一発を楽しみにしている。ファンからすれば、ちょっと物足りなさを感じるかもしれません。ですが、今の意識を持ち続けることができれば、ホームランの数というのも自然と。 来ると思いますよ。決して当てに行ってるわけではないですから、矢野監督は昨日の佐藤選手のバッティングについて、テルにはチャンスで打ってもらう打順というのを任せたい、チームを勝たせたりね、あいつの評価を上げることにもつながる、タイガースファンも喜んでくれる。当たれば遠くに飛ばすことだけじゃないものを身につけていってもらわないと困る。まあそこは良かったかなということで、当たれば飛ぶということは去年思う存分証明してくれてるんですよ。ただその中で確実性が加われば、さらに相手からすれば強みになる。三振の数がどうこうというより、昨日の同点タイムリーのような一本が増えてくれば、佐藤選手の魅力はグッドマスんじゃないかなと思ってます。ただ皆さんの 考えというのは分かります確かにここまでテルは順調に来てるよと。でもテルの課題はインハイでしょと。おっしゃる通りです。ここまでの相手バッテリーの攻めを見てると、昨シーズン佐藤選手が最後まで苦しんだインコース攻めというのはまだありません。基本的にはアウトコースでカウントを作って、要所でインコースに投げるというのがほとんど。先ほどドラゴンズ戦に一番苦しんだとお話をしましたが、それはドラゴンズのピッチャーのレベルが高いというのもあります。ただそれ以上に佐藤選手への攻め方というのが1年間徹底されていたように感じます。どんなピッチャーでも基本インコース。そして外に曲げてよし、落としてよし。相手からしたらこのキャンプ中の実戦でわざわざ 苦手なコースを攻める必要はどこにもないですからね。きっとインハイに多く飛び込んでくるのは、オープン戦でも中盤以降じゃないですかね。さあ、今年はどこまで捌きるのかなという感じで攻めてくると思います。その攻めがメインになってきた時がどうか、この対応というのが本当の意味での進化になるのかなと。逆方向への意識ばっかり。では、ドンとインコースに来られると手が出ませんから。ただ相手ピッチャーも人間です。そんな毎回ビタビタにインコース投げ切れる選手なんていませんよ。去年の佐藤選手を見てると空振りしていたのは基本的にボール玉そして後半は投げ損じの真ん中寄りのボールをファールにしてたんです。それで余計に苦しくなって変化球に。 高めの釣り玉に手を出すというのがパターン化されていたですので、今後佐藤選手を見ていく中で注目したいのは難しい。インコースを上手にさけるかというより、いかにインコースのボール球を見送って投げ損じた。甘く入ってくる球を一発で仕留めることができるか、それができてたのが去年の前半ですから、あの時の状態をキープできるように体力強化に臨んで試合に多く出ている。この流れならここまでのキャンプは非常に有意義なものになってますよね。まあ、先ほどご紹介した矢野監督のコメントにもありましたが、タイガースファンはやっぱり佐藤選手の1だ試合を決める。ここぞでの1本というのを期待してるんですよ。豪快なホームランはもちろん,なんです。 がが佐藤選手が入団したことで、そんな佐藤選手はまだ今年が2年目ですよ、2年目。逆に順調すぎるぐらいです。1年目24ホーマー打って、今年は早速その課題に取り組んで、キャンプで4割以上打ってる。これは決して当たり前の成長速度ではありません。我々ファンとしてもこの選手の成長とともに歩んでいきたいですし、タイガースが優勝するために佐藤選手のさらなる覚醒というのは必要不可欠。ここまでは順調に変わり目を見せてくれてると思いますので、4番がどうとか、ポジションがどうとか、 はい、ということで、今回の動画では、高橋義信さんが佐藤選手を絶賛した理由、そしてここまでの実戦6試合を見て感じる変化についてお話をさせていただきました。まあ、今年期待したい数字とすれば、まずは30発ですかね。ただ、高橋さんは40発近く打って、岡本選手や村上選手と争える形を整えつつあるんじゃないかというふうに評価してくれてます。数日間ではありましたが、吉田正隆選手に話を聞けたというのも大きいんじゃないですかね。僕は40発、50発もいいんですが、吉